これ城行けるんだろうか。でも行けそう。なんか立派なのあるぞ。立派なやつ。よいしょ。おぉ。真田丸のロケ地。神様いるんかな、うん、あ、後ろに本殿があるな。あっちから行ってみようか。迷うでしょ。これ死んだったってこと？うん。これは何なの？これ。これは何でしょう。この両脇の碑は長篠の戦いの亡くなった人の墓。あっちとこっちとちゃんと草刈りしてるんだね。うん、これ本丸、やっぱ息がいいね。真田昌幸が作ったってことか。1年間で落城したんだ。何なんだろうね。
本丸と本丸うだ馬出しの間にあるしとみ、これが、うん、お二の丸、うわ、なんかこの辺人工的な感じがするね、うん、道合ってんのかね、道がないみたい、これ夏に来てたらヤブでえらいことになってたかもしれない、うん、これ一周してきたってことだね、ここ来たか、違う、ちゃんとちょっと見てなかった、迷ったりして、あれここ通ってねえな、あそこなんかあるよね、案内が、こっちにしよう、結構臭かったの最近だねこれ、お疲れ様ですって感じで、これもなんかの遺構なんだろうね、井戸だって、直径が32メートル大変だね、掘るの諦めた、うん、4メートル掘って諦めたって書いてある、これは木橋の兄弟、ああ、あそこからこっちに空堀があって橋があったのではないかということ、こっち側の守りは完璧って感じだよね、なんか岩のでっかいのがある、これは空堀だ、やっぱり人生で兵士だったからこういうのに興味があるのね、嫌で撃たれちゃう、おーって言ってピシューってなる、でもね脂肪で跳ね返す、二の門、あ、炭と一緒に礎石が出てきたから戦で燃えたんだろうということで、一応ここに何かあったってことだよ、狭いもんだね、うん、マスガダゴクチ、ここがね、うん、あ、これ駐車場近いんじゃない、もしかして、こっちに向かってくる道が、この整備された地域は何だろう、北側に堀がある、なんか俺にまとわりついてない？ついて。虫が。逃げないよこいつ。逃げない。何が？虫が。なんで？年取ってもいつまでもこうやって歩いてたりね。そうだな。
で見るから旅の途中で死ぬ。しつこいなこの虫。これが西の出構え。城からこう攻め出すんだね。うん、馬が、馬のところ。馬出しとはまた違うんだよな。堀。西出構えと東出構えの間に堀がある。出構えって何？出陣するところ？うん。これこのぐらい歩いてチョコレート1個食べていいぐらい。なんか確かに見覚えがある感じがする。